その在留資格の更新がありますから、更新の時に全部納税状況チェックされるんですよね。永住者の方だけは更新制度がないので、 チェックのしようがないので、島みずほさん。はい。はい、去年、えー、入管法が改正され、どういう状況なのかっていうのをみんな固唾をもんで見守っている中で、えー、こういう数字が出てこないっていうのは、私は問題だと思います。斎藤元法務大臣の判断により、在留特別許可が出された子供及び家族の数を教えてください。答え申し上げます、えー。ご指摘の方針に基づく在留特別許可の拒否判断につきましては、現在、その手続き中であるところ、まだ在留特別許可を されていない方々の心情等に配慮し、手続きの途中経過は明らかにしないこととしていることから、お尋ねの数についてお答えすることは困難でございます。その上で、令和四年十二月末時点における相関起筆者のうち、我が国で出生した子ども二百一人と。その数について、家族について申し上げますと、基本的には施行日である。令和六年六月十日までに結論を出せるように手続きを進めており、現状、大詰めの段階にございます。いずれにしましても、この二百一人の。 子どもやその家族のうち在留特別許可をした人数につきましては手続き終了後に明らかにする方針でございます。 続き一見件見一件丁寧に対応してまいります。当事者は本当にどうなるのか、この二百一名の人たちはどうなるのかと思ってるんですよ。これから生まれる子供もいるかもしれないけれども、これ斉藤大臣の時に明らかにするとできる限り早く取り組むと言ったじゃないですか。そのさえ明らかにしないっていうのは一体何なのかと思います。そしてまあある種のねじれ現象、つまり。 え強制退去命令が出されているとそれは在徳が認められるあの日本で生まれた場合は認められる可能性があるわけですが一方で退去命令が出されていなくて そして仮放免中の場合にはこの在徳があの出されないということでえ例えば日本で育ってる子どもたちやいろんな人たちが中ブラリンで今自分はどうなるのかっていうので非常にあの心配している、まあ、あの本当に中ブラリン状態であの大変だという話を聞きますこれはどういう状況ですか山次長今委員お尋ねの例は、うん、おそらく退去強制手続きの途中まだ最終決算が出てない方についてのお尋ねだと思います。その方 方につきましては、現状、あの在留特別許可を希望されて、異議の申し出をされている場合におきましては。在留特別許可のガイドラインに沿いまして、個別、一件、一件、丁寧に検討して、対応させていただいております。その中には、当然、本法でお生まれになって、あの学校行かれている方とか。そういうことも含まれつつ、諸般の事情を考慮して、判断しております。何年も、何年も、あの仮放免中で、自分がどうなるか、っていう声を聞きます。そして、やはり、もうこれ、あの法律が公布されて、もう、あの、もうじき一年なわけですが、え。ー まさに施行になるときに、この201人についても全く明らかにしないっていうのは、本当にひどいというふうに思います。問題です。で、本法案についてお聞きをいたします。なぜ、永住許可の取り、永住資格の取り消しが突如出てきたのか、有識者会議で議論してないじゃないですか有識、私が有識者会議のメンバーだったら怒りますよ、なぜ議論してない、報告書のってないことが出てくるのか、大臣、大臣の、えー、記者会見ですね、えー、今年の2月20日、こうおっしゃってます。 昨年12月14日の自民党の外国人労働者等特別委員会での提言においても、新制度によって、永住につながる就労者が大幅に増えることが予測されるため、永住許可の制度の適正化を検討するという提言をいただいています。これで入ったんじゃないですか。大臣、記者会見で言ってるじゃないですか。小泉法務大臣。これはあの、今を遡るほど、6年前の世論調査からわれわれの取り組みは始まっております。そして、令和2年の7月に第7次出入国管理政策懇談会。 第21回会合でもこのテーマを。 取り上げております。またロードマップこれは関係閣僚会議決定でありますけれども令和四年六月外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ外国人らの受け入れ共生に関する関係閣僚会議ここでこの問題を取り上げしかるべき対応策を構築するべく検討するという項目が入っていますずっとこのこの五年六年間さまざまな取り組みをした上での取り組み、はい、だったらなぜ有識者会議で取り上げないんですかロードマップあのお配りしているので見てください、えー、外国人と 強制共生社会の実現に向けたロードマップですが、二0二十四年まで検討結論。二0二十五年、検討結果に踏まえ、永住許可にかかる新たな審査及び許可後の事情変更等にかかる新たな制度の運用を必要かつ可能な範囲で実施。二0二十六年まで検討ですよ。その後、検討結果を踏まえ、必要な措置を実施。政府がやってるロードマップで、まだ先じゃないですか。五年かけてやるんですよ。五年かけてやるこのロードマップ見てくださいよ。なぜこれが突然 前倒しですかだから十分な検討もなく、突然入ったんですよ。やるんだったら有識者会議で議論すべきだけど、1ミリも議論してない。報告書にもない。ロードマップ見てくださいよ。まだ先じゃないですか。検討結果ってあるけど、検討結果やってない。本来は、この2027年ぐらいにやるべきことが、なんで今回の法案に突然入ってるんですかこれ答えは、 大臣の記者会見でしょう。おかしいですよ。この永住許可取り消しが突然入ってる。なんで前倒しなんですか。こんなの認められないですよ。大臣いかがですか。小泉法務大臣。これ、やっぱり地方自治体から様々な形で、あの、問題点として、えー、法務省に声が寄せられるようになってきました。急速にそういう声が高まってきています。このロードマップに書いてあるから、それに合わせるのではなくて、合わせることも必要でありますが、必要なことは早くやらなければならないでしょうね。 ロードマップに書いてあるんだから待てばいいというものではない必要だという判断をしたからこそ今。 お願いいをしているわけであります、はい、さっき大臣はロードマップにあるからとおっしゃって、ロードマップ違うでしょうって言ったら、急に早めなくちゃいけないって言って、それ、でたらめですよ。でたらめですよ。検討してないじゃないですか。7つの自治体からあったって言うけど、ファクトが出てきてないですよ。全く出てきてないですよ。そしてこの永住権、90万人いる人たちが、今、固唾を飲んでます。怒ってます。怒ってます。で、お手元の資料をちょっと見てください。えー、過去、直近5年間の在留資格取り消し件数、2019年、在留資格取消件数、 資格取り消し件数993件のうち、永住者9人、2020人1210人のうち、永住者3人、2021年800人、うち、永住者8人。 2022年、在留企画取り消し件数1,125人、永住者は2人、2023年、在留資格取り消し件数1,240件、そのうち永住者ゼロ永住者ゼロなんですよ。90万人いてゼロなんですよ。そして大臣、悪質な人がいると言うけれど、入管法で在留資格の取り消しは1年以上の懲役または公金刑で取り消しができるんですよ。あ、1年以下。 以上だ、ごめん。一年以上ですね。ごめんなさい。言い間違えで。一年以上でできるんですよ。ちゃんとそれでできる。こ見てくださいよ。永住者、ゼロですよ。90万人いてゼロですよ。なんか問題があるんですか丸山次長。 あの、事務当局から若干ご説明をさせていただければ存じます。現在の永住者の取り消しの対象は二つ、大きな類型二つございます。申請時に虚偽の申請をした偽り不正の手段によって永住許可を受けた方。もう一つの類型としましては、住居室の届け出などはちゃんとやっていない方。この二つが大きな。ですので、現在永住者の取り消し自体は少なくございますけれども、これはあくまで、えー、偽りその他不正の手段によって、えー、永住許可を取った方。 そういう単調を得て、手続きを進めた結果でございます。で、その中におきましても、意見聴取の手続き等を踏みまして、実際、その仮に、不実の記載の文書があったとしても、実質諸般の字を考慮して、代理資格を取り消すのがどうか、適当かどうかっていうのは現在も判断しておりますので、そういう、何らだか軽い、例えば、県庁、あの、軽い、ちょっと相対的に申しますと、比較的軽い不実の記載があったからといって、一律に取り消してるわけではない、というようなことがございます。いちいち取り消してないんでしょ 九十万人いるうち、去年ゼロですよ。次に在留カード不携帯で摘発された件数について質問いたします。これ今回は取り消し自由に入っています。え、二〇一三年は千二十六件、二0 1四千五百九十四。 2015-76、2015, 2016-23、2017-21、2018-15、2019-7、2020-13、2021-12、2022-12、2023-6。これ、6件っていう、え2020、去年6件なんですね。で、2014年1500 94件ですよ去年毎年これ全く件数が違う。これはね、キャンペーンをやったら増えるんですよ。昔々々、随分以前ですが、銭湯で出てくる人たちを片っ端から在留カード持ってるかどうかやったら、銭湯行くのに在留カード持ちませんから、件数がバーンと上がるんですよ。ある種の弾圧でやった。そして去年は6件ですよ、在留カード。そうでしょ。この件数、非常にいびつです。そして、 え、在留カード常時携帯義務違反の事件数の推移で、今日は検察、刑事局長に来ていただきました。10年間。 平成二十五年から令和四年まで、基礎人員は二人ということでよろしいですね。法務省松下刑事局長。お答えいたします。あの、法務省として把握している令和四年までの、平成二十五年から令和四年までの統計に基づいてお答えいたしますと、えー、在留カード常時携帯義務違反事件の基礎人員は二人ということでございます。福島みずほさん。十年間に二件なんですよ。それで、これ、どうですかあの、警察、在留カード不携帯で摘発された件数6、6六、 去年は6件ですね。でし 2014はなんでこんなに何百倍と違うんですかお答えいたします警察におきましては従来より材料カード等の携帯提示義務に関する規定の運用に当たりまして個々の事案に応じ適切な対応に努めているところでございますお尋ねの件につきましては昔のことでもありまして確たる理由については判然といたしませんがその上で検挙件数がその後推移した要因についてあえて申し上げるといたしますと不法就労等防止や材料カード等の常時携帯に についての 広報啓発活動を実施しまそれが浸透したことが一つの要因として考えられると認識しているところでございますこれ恐ろしいのはすごいキャンペーンやったら捕まるしそうでないだってちょっとコンビニに行くポストにあの手紙を出しに行く散歩をする銭湯に行くちょっと歩くこれも在留カード持ってないと不形態座になるわけですがそれ全部やってたらそれは増えますよつまり何が言いたいかというと今回の永住者の取り消し権まさにキャンペーンとしてやるぞってやったらこれ本当に 永住権取り消されるんですよお前の生活予奪権は俺らが持ってるぞっていうことになっちゃうんですよ。うっかり不経済ってあるじゃないですか。でもあなたが不経済持ってないことをあなた知ってるでしょって言われたら恋ですよ。先ほどから恋に高速効果を払わないってあります。恋に高速効果を払わないのは自分が高速効果を払ってないのを知っているということです。病気か払えない、経済的に大変。これは運用面です。つまり、 自分が払ってないことを知ってたら、恋だから、この要件に当たるんですよ。だけど、運用面で考慮するっていうことでしょ。でも、それって、お代官様、お願いでございました。私をおめこぼしくださいっていう世界じゃないですか。何が問題か。裁量権が大きい。自分は払わなかったけれども、あの、あるいは不形態だったけれども、自分がそれで取り消しになったら、全部失うんですよ。何十年と日本社会に生きてきて、全部失うんですよ。出ていかなくけないかもしれない。 なことで直面するおかしくないですか。たかだか。 不形態。高速効果払わないのはよくないけれど、それは督促をして、そして、えー、差し押さえでもすればいいわけじゃないですか。単なる在留カードの不形態で、なんで死刑判決なんですか全部死ななくちゃいけないんですよ。おかしいでしょ他の在留資格の人たちは、他の在留資格の人たちは、不経済で在留資格取り消しってないですよ。なんで、あなたはずっと日本にいてください。特別に許可をしますっていう永住者の人たちが、なんで在留 許可の取り消しになるんでですか不均衡でしょう、えー。比例の原則にも反してるし保護すべき永住者を最も重くちょっと軽微なことでもお前は取り消すぞっていう生殺与奪権は俺が持っている外国人は煮てくおうと焼いてくおうだ勝手だそれが貫かれてるんじゃないですかうっかり持ち忘れても取り消すのがないのかってご指摘も含んでるかと思いますのでその点も含めてご説明しますと。 実際にはまあ個々の事案の個別具体的な状況等を考慮して悪質性を判断するものであるため一概にお答えすることは困難でございますが一般論として入管法上の義務である在留カードの携帯を単に失念したような場合に 永住者の在留資格を取り消すことは相当しません。あと、あと永住者以外の在留資格の方のご比較についてご質問ございました。まあ、これ、極端な例と、ちょっと例示させていただきますと、仮に、永住者以外の方が、いつも、あの、失念ではなくてですね、故意に、あるいは、常に在留、あの、在留感を持たないという、じゃ仮にあったとしますれば、それは少なくとも、在留期間の更新とか、と、在留審査の過程において、当然、義務を履行しない方ということで、消極要素として判断することとなります。間違ってますよ。故意にっていうのは、 知ってるっていう意味ですよ。私が今在留カードをコンビニに行くときに持ってないことを私は知っている。これ恋犯ですよ。恋にっていうのはわざととか悪質にって意味ではないですよ。間違ってますよ。法務委員会でなんでこんな間違ったことを答弁するんですか。恋にっていうのはわざととか悪質にではないですよ。私が今在留カードを持っておらずコンビニに行ったら私は恋に在留カードを持ってないということになるんですよ。それで私は永住権。 取り消されるんですかおかしいですよ。悪質かどうかっていうのはその後の運用面の問題です。このようにさい、軽微なことで裁量を大きくする、えー、在留許可のあ、ごめんなさい、永住権の資格の取り消しは、 これは取り消すべき、あの、これは削除すべきだ、というふうに思っています。これは、あの、実態とも全く違う。で、大臣、えー、先ほども、牧山さんも質問しましたが、本当に在留資格の人増えるんですかと。つまり、特定活動1号、2号、1号はカウントされない。2号は、今、48人しかいませんね。小泉法務大臣。48人ですね。特定2号はね。はい。48人。で、その、どれぐらいの期間を持ってみるかということにも、 まあ、関わると思います。ここ1年、2年で増えるのか、3年、5年、5年、10年というタームで見るのか、まあ、長い目で見れば増えていくことは間違いないと思いますが、短期で見れば、どう、どうそこは明確には答えられないと思います。だったら、問題が起きたり、本当に、だって去年、永住者の取り消しゼロですよ。在留資格の取り消し。問題特に起きてないじゃないですか。ファクトの説明ができないじゃないですか。悪質なことが増えているっていうのを、実際ファクトで私たち聞いてないですよ。在留カードの不形態だって去年、 一桁ですよ、六人。これなんか問題があるんですか小泉法務大臣そその。それはですね、最初の原始的な瑕疵、つまり、最初に永住権をあの取得する段階において申請をしますね。その申請に瑕疵があった場合のケースとして計上されている数字です。そして、 今、我々が申し上げているのは、その永住権を取得した後、後に、その非行為があって、そして取り,取り消さなければいけない自由になるかどうか、そういう数字はまた別、別の部分でありまして、今、それを確認する手段は持っていないわけです、入管は。従って、その非行為の取り消しというような数字は出てこないわけですけども、原始的な価値については、 まあ一定の数字がある。まあそういうふうな形だと思います。問題があるって言ってるけれども、先ほどから言ってるように、在留カードの不形態と故意に高速効果を払わないっていうのを、この閉じ消し、えー、永住権の取り消し自由としてやるということを反対してるんです。それが、これは削除すべきじゃないんですか、えー、というふうに思います。これは日本に今いる90万人の人たちが、えー、このことに怒ってたり、不安に思ってたり、 この日本からもう出て行こうとかですね、えー、例えばあのいろんなアンケートでアメリカ人で日本で大学の先生している、そして永住権取得したけれども、えー、こんな国で私はやっていけるだろうかあ、だったらもうやめようということでですね、えー、永住者の人たちでご存知日本に85年日本にいるという中国人の人や山のように永住権持ってる人がいます。その人たちが本当に軽微なことで、この 永住権の資格を失うんじゃないか。これはやめるべきだと思います。小泉法務大臣。あの、軽微な要素で、あの、在留資格を、永住者の在留資格を変更するということは全く考えておりません。悪質な場合です。本人の責任を期すべき、悪質な場合ですから、 在留カードの例で申し上げれば、悪意を持った常習性、あるいは偽造、そういったものがおそらく関わってくるでしょう、まあ、つい忘れてしまった、銭湯を行くときに持ってない、それは本人の責任に期すべき自由ではないと、当然判断あのされます、それから、あの他の在留資格で来られている永住者以外の他の在留資格でいらっしゃる方々は、 その在留資格の更新がありますから、更新の時に全部納税状況、チェックされるんですよね。みんなチェックされます。それ、それを受け入れていただいているわけです。永住者の方だけは更新制度がないので、チェックのしようがないので、一旦、あの、資格を得れば、あとはもう、 納税しなくてもどっからもチェックはかからないという状況に置かれているのでその手当をさせてくださいというふうにお願いをしているわけであります他の在留者との比較をしてみてください全部チェックかかってますからんさ今の答弁間違っていますなぜかつまり法律上はまさに外国人の在留資格の携帯義務違反が取り消し自由になるんですよ控訴効果の不払いが取り消し自由になるんですよで。 私が問題だと思うのは、法務省は運用面で悪質なものだけ除外しますって言いますが、裁量権の幅が大きいことが入管制度の大問題なんですよ。つまり、形式的に当たる。あと、裁量の幅がある。さっき言いました、お代官様お願いでございます。私は決して、えー、悪いものではございませんって、やらない限り追い出されるかもしれない。その裁量の幅が大きい、法律に一旦当てはまるっていうことに、みんなは、あの、それをとても心配をしているんです。だから、悪いようには なんて言ったところで、えー、そんな法律ありえないですよ、私たちはこんな永住権の取り消し、削除すべきだと、この委員会でやりたいですよ、それやるべきですよ、こんな変な法律作っちゃだめですよ、小泉法務大臣。はいまあ、そこで、あのー、ガイドラインを作るというふうに申し上げているわけです。さまざまなケースがありますよね、さまざまなケースに適用する、しかしやっぱりあの筋は通さなければいけない、適切な在留管理はしなければいけない。でもいろいろな状況の方々がいる、その間を取り持つのはガイドラインだと思います。 ガイドラインという知恵が様々な入管関連分野でも既にあるわけでございます。在留特別許可のガイドラインもあります。そういったガイドラインによって、法務行政は入管行政は運用されてきているわけでありますから、初めてのことではないわけでありまして、この、こなれてきたガイドラインという手法を、ここにおいても我々は使いたいと思っているわけであります。 ガイドラインダメですよ。だと法律上、常時携帯義務違反や高速効果を払わないことが、まさに、これ当てはまって取り消し事業になってるんですから、その後ガイドライン作っても、ガイドラインいくらでも、だって、それは国会が関与しないじゃないですその意味で全くダメだ、というふうに思います。この永住権の取り消しは認められない。さっき大臣は、普通の在留許可は更新があるけれど、永住者はないから必要だとおっしゃいました。私はそれも間違ってると思います。というのは、永住権、さっきグリーンカードのことが ありましたが私がえ調べた限りではえ重大な犯罪とかそういう場合ってのはあるけれども控訴効果があるかどうか外国の制度についてもこの委員会できっちり議論させてくださいそうではないですよで、永住者は1年以上の懲役または公勤権に処せられれば執行猶予でも取り消されるんですよ問題があればそれはそれで除外できるんですよでね、私はやっぱり本音が出てると思いますよ更新がないから無期限だからいつでも自分たちの意思で それを、え、取り消すことができる制度を作ってやれっていうことじゃないですか。でもそれは、本当にその人たちを不安定にし、ものすごくストレスを講じさせるというふうに思います。これやめるべきです。そして、え、技能実習制度の方ですが、先ほどもありました。根本的な制度を変えないで、これをやるというのは間違っている。つまり、え、お金を、あの、払うことや、全借金があることや、そういうことは基本的に変わらないんですよ。奴隷労働は、状態としては、 変わりませんやむをえない自由によって転籍が認められたケースについてお聞きをいたしました。え令和2年で えー、8241件転籍申請、やむを得ない事情で、認められた件数は6700件と聞いています。これだけ転籍したいっていうのは出てきてるんですよ。このやむを得ない自由とは何かとかですね、いろんなことについて、また、ご、えー、違う委員会の機会に質問をいたします。えー、永住権の取り消し、これは削除すべきだと。何が問題かはっきりしてると思います。在留、こんな、あの、いつでもビューン、キャンペーンやったらすごく伸びる。ゼロ、えー、一桁の時もある。 というカードの常時携帯義務、高速効果を払わないっていうだけが、これ取り消しの対象になっていることそのものは認められないということを強く申し上げ、質問を終わります。